32号ではプロペラシャフトを組み立てます。今回付属するパーツです。最初にパーツ01のプロペラシャフトにパーツ02のジョイントをはめ込み、パーツ05の長い方のピンのギザギザのない方を差し込み固定します。次にパーツ03のプロペラシャフトに組み立てたシャフトをはめ込み、パーツ06の短い方のピンを差し込み固定します。この時パーツ03のシャフトの側面が平らな方に取り付けるので、シャフトの向きに注意してください。取り付けたシャフトの反対側にパーツ04のギアジョイントをはめ込み、パーツ06のピンを差し込んで固定します。これで今回の作業は終了です。Action.